皆さんこんにちは。本日はようこそ宮島水族館へお越しくださいました。ありがとうございます。さあ、それではまずいきます。3頭の足場紹介していきましょう。向かって右側、くるみちゃんです。そして真ん中がマイボ、左側がみーちゃん。まずはこの3頭で頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いします。さあ、では早速皆さんにジャンプ種目を披露していきましょう。両サイドから出てきます。周りご注目ください。では頑張っていきたいと思います。いきます、せーの。さあ、まずはマイコとクルミによるコンビネーションジャンプ。反対側もよいしょ、大成功です。さあ、続いては上から降りてきた赤いボールにご注目ください。いきますよ、それ。さあ、下たちのダイナミックなジャンプで始まりました。足からライブ最後まで頑張っていきますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん拍手に応えるように、足形も精一杯頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、ということで、まずは日頃行っているトレーニングを皆さんに披露したいと思います。さあ、足形かなりハードなトレーニングを行ってます。最初に頑張るのはくるみです。さあ、くるみちゃんは毎日腹筋を頑張ってますので、皆さんご注目ください。いきますよ、せーの、よいしょー、それ。さあ、これがくるみ精一杯の腹筋です。皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。すごいね、くるみちゃん。いやいや、舞子ちゃんにはかなわないですよね。いや、そんなことないですよ。舞子腹筋できませんから。でも、もっとすごいのがあるでしょ。いや、まあ確かにね。やりましょうか。お願いします。わかりました、はい、今度お参拝しましょう。さあ、舞子ちゃんも頑張っていきたいと思いますが、舞子は前足を鍛えます。なんとその方法は、よいしょ、逆立ち、そして歩いていきたいと思います。ありがとうございます。さあ、続いて舞子よりもすごいことができるみーちゃんの番です。はい、じゃあね、みーちゃん首の筋肉を鍛えたいと思います。みーちゃんはこのダンベルを使って首を鍛えます。いきますよ、1回、2回、3回。みーちゃん笑われてるよ、うん、なんだろう、拍手よりも笑い声の方が多かったね、今。ありがとうございます。ありがとうございます。みーちゃんさ、はい、マイコちゃんがね、紹介するときに、うん、マイコよりもすごいことができるって言って紹介したんですよ。そうだね、あのね、要はハードル上げてくるなと思ったよ。いやいや、もうね、それはないでしょ。これダメ、それはダメ。あなた、もう一回同じ振りしてくれるじゃん。あ、わかりました、うん。さあ、続いては皆さん、今のはなかったことにしてください。続いてはマイコよりもとてもとてもすごいことができるみーちゃんの番です。よし、ちょっと待って、調子に乗りすぎじゃないですか、それは。やりすぎたかな、これ。大丈夫？大丈夫、こだわり重たそうだけど、声援に応えるためにみーちゃんが頑張ります。すごいよ、お兄さんが一番すごいでしょ。ねえ、片手で持っちゃダメ。そうだね、軽いのバレるから置いてきて早く。はいはい、はい、さあ、ではね、しっかりとトレーニングをして体も盗まってきましたが、少しだけ休憩をさせていただこうと思います。ではお水いただきましょう、どうぞ。あー、しっかりと飲んでください。くるみちゃんお上品。いやいや、舞子ちゃんもなかなか上手ですけど、はい、ちょっと待って、ちょっと待とうか、一回待とうか。いや、みんな上手だね、飲むの。気のせいかもしれんけど、はいはいはい、皆さんの視線が、はい、全部みーちゃんに言ってたんです。ですよね。それマイコも思ってましたよ。何が違う？もう一回やってみて、みーちゃん。もう一回やってみましょう、みーちゃん。いやいや、いいよ、マイコとかくるみはもういいから、みーちゃんだけやってほしいな。そう、そんだけ視線を集めてたみーちゃんが上手にね、お水を飲んでくれることでしょう。じゃあいただきます。ひどい、やめよう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 、やっぱ違ったみたい。違ったね、違ったね、うん、見てよ、くるみちゃんもやる気なくしたよ。みーちゃんのせいで全部持ってかれたよ、みーちゃん。ほらね、どうする？いや、どうするじゃないよ、どうするわ、こっちが聞きたい。どうする？あ、分かった、じゃあこっからみーちゃん控えめにするから、2本をそのまま前行って後ろの方で応援しとくわ。あ、なるほどね。どうしよう、目立っちゃうから。あ、なるほどなるほど、うん。
ょっと頑張れそうにないよね。ええ、なんか違うね、そっちも。じゃあもういい、もうあとはね、くるみの分もみーちゃん頑張ってくれたらいいから。みーちゃんが帰っちゃったよ。あ、帰っちゃったね。ほら、そういうことになってくるからね。あ、わかりました、はい、じゃあちょっとみーちゃんにも頑張ってもらいたいと思いますが、はい、何していきましょうか。せっかくなんで、はい、皆さんと一緒に遊んでみませんか。いいと思いますね。え、はい、で、アシカといえば輪投げだと思うんですよ。あーはーはー。で、こんだけいるから多分みんなが手を挙げてくれると思うんで、はい、みんなは顔を投げた人手を挙げてください。ほら、こんなにいた。ごめんなさい。え、ごめんなさい、あんたら、ね、手の挙げ方したからどうしていいかわからない。じゃあもう一回聞く、もう一回聞く、もう一回輪っかを投げたい人手を挙げてください。ほら、あんまり可愛なかった、ね、じゃあそのままの勢いでお兄さん、ね、お客さん当てていってください。はい、それではこちらの部分、ね、席から 1,2,3,4 列目、前から4列目のお母さんに抱っこされながら両手上げてお姉ちゃん行きましょう。はい、まだ選びましょう。じゃあ 1,2,3 列目の白い服着てるお姉さん行きましょうか。はい、じゃあ、そこから前から2列目のピンクの洋服着てるお母さんの前で抱っこされてるお姉ちゃん行きましょうか。そしてもう一人はね、一番向こうのグループの1,2,3列目から黒い洋服着てるお姉ちゃん、お母さんに手肘持たれてる。はい、はい、行きましょう。この4名で行きたいと思います。選ばれたお友達はみんな前の方に降りていってください。はい、この4名で行きます。はい、説明の方にお願いできますか。わかりました。じゃあやっていきましょう。さあ、それではですね、まずは私とあちらのお兄さんからお手本を披露しますので、しっかりと見ててください。さあ、まず投げる前に一つやっていただくことがあります。輪っかを振ってあげてください。はい、ありがとうございます。こうやって振るとアシカがしっかりとこっちを向いてくれます。見ましたら、いきます、せーの、よいしょ。はい、こんな感じで投げてあげてください。ありがとうございます。さあ、じゃあまずはじゃあマイコの方から頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ一番最初はお姉ちゃんから行こうかね。笑顔がなくなったけど大丈夫か、ね、よし、じゃあマイコをね、ちょっと近くまで寄りたいと思います。はい、ではこれもちょっと正面まで来てください。よし、じゃあ一緒に頑張ってもらいましょう。よいしょ、ありがとう。はい、ありがとうございました。またお方同席で見ててください。ありがとうございます。さあ、じゃあお姉ちゃんも頑張りましょう。お方振って、せーの、よいしょ、どうぞ。すごい、ありがとう。はい、拍手ありがとうございました。じゃあまたお姉ちゃんも席で見ててください。さあ、あとお二方お兄ちゃん任せますね。はい、そしたらね、お姉ちゃん行こうか、お母さんも一緒に行きましょうか、こちらの方に来て。はい、でね、アシカの首にめがけて輪っかを投げてみましょう。いきますよ、せーの、怖いかない、できました。ありがとうございます。そのまま席でまた見ててください。さあ、お姉さん、お待たせしました。ここまで来ましょうか。さあ、その距離だとね、お子様と同じ場所になってしまいますね。ちょっと台も下げます。そしてお姉さん、よかったらもう少しこっち来ましょうか。はい、そのまま登りましょうか。自分が届くなっていうところから下げましょうか。皆さん、あの位置でいいですか。ダメ、はい、ダメだそうです。もうちょい上がりましょうか。お兄さん、上がりましょうか。皆さん、どうですか、あの場所。あ、優しいお客様が多いですね。一番上まで上がりましょうか。そうです、一番上から行きましょう。さあ、一番上からのチャレンジです。しっかり輪っかを振って見せてあげてください。さあ、輪っかを振って見せてあげてください。はい、そうです、もっと大きく振って、そう、いきますよ、目があったら投げてください。せーの、よいしょ。無理だね、取れないね。さあ、もう一回ですよ、お姉さん。今日はお姉さんが決めるまで皆さんも帰れません。もっとね、自信持って投げてください。大丈夫です。さあ、子供たちはヒーローになれるから頑張ってください。さあ、輪っかを振って、もう一回、そうです、はい、目が合いましたね、行きましょう、せーの。わかりました、降りてきましょう。僕無理は言いました、すいません。じゃあね、届くなっていうところまで降りてきてください。はい、いいですよ。
結構近いですね。じゃあそこから行きましょう。はい、輪っかを振ってみせてください。せーの、よいしょ。はい、大成功です。ありがとうございます。お姉さん、ちょっと待ってください。せっかくなんでね、こんだけね、皆さんを盛り上げていただいたんで、お礼があるんですが、受け取っていただいてもよろしいですか。それはね、アシカちゃんのキスのプレゼントなんですが、受け取っていただけますか。はい、ありがとうございます。すごい表情になってますが、じゃあお連れ様いましたら近くでさ、写真撮ってもらっていいんで降りてきてください。お姉さんもね、こっちまで行きましょう。はい、こっちまで来て、はい、じゃあね、僕と同じようにね、向こう向いてまっすぐ立ってください。はい、もっとガラス目にくっついて、そうです。でもうちょいね、ほっぺたをしゃがんで、そうこの位置でいいですか。さあ、いきますよ。手を出さないようにしてくださいね。せーの、チュー、どうもありがとうございます。ご感想は、はい、わかりました。ありがとうございます。あともう一個プレゼント、ティッシュがありますので、受け取っておいてください。頑張っていただいたお客様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、皆さんご協力ありがとうございました。では続いては、まいこちゃんからささやかではありますが、来ていただいたお客様方にプレゼントを贈りたいと思います。今日はたくさんいらっしゃいますので、2回に分けてプレゼントを送っていきましょう。まずはこちら側のお客様、しっかりとまいこに注目してください。まいこからのプレゼントは投げキスのプレゼントです。どうもありがとうございました。さあ、お待たせいたしました。皆様、しっかりとご注目ください。舞妓の熱い熱い投げキスです。ありがとうございました。さあ、ではですね、ここまで大人らしかたちがしっかりと頑張ってまいりましたが、続いてここからは子どものアシカが頑張ってくれるということなので、この辺りでバトンタッチをしていきたいと思います。続いて出てくるアシカはオタリアという種類のアシカで、名前をヨネと言います。では皆さん、引き続きアシカたちの応援どうぞよろしくお願いいたします。さあ、みんな頑張ってください。はい、お待たせいたしました。ここから頑張るのはこの子どものアシカ、ヨネちゃんです。まだね、4歳の子どものアシカなんですが、皆さんの拍手と歓声が大好きですので、演技が決まった時に大きな拍手を忘れずにお願いします。それでは改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、その拍手に応えて、ヨネちゃんの得意な種目から始めていこうと思います。ヨネちゃんの得意なのはね、ダンスなんです。いきますよ、せーの、ブレイクダンスいけるかな、よいしょ。ありがとうございます。そして今度はお尻に注目。はい、ありがとうございます。そんな拍手に応えて、皆様へのお礼もしておきましょう。お礼というのは、せーの、よいしょ、シャボン玉のプレゼントです。こっちも見えるかな。はい、はい、どこで吹いてるかもしっかり見といてくださいね。ね、鼻で吹いてるね、良いか真似しないようにね。さあ、今度はアシカらしいポーズも一個入れておきましょうか。はい、いきますよ、せーの、よいしょ、逆立ちです。そしてヨネちゃんは実は一発芸ができるんですけども、皆さん、くしゃみをするアシカ見たことありますか。ないですよね。今からくしゃみをするアシカやりますんで、注目して見ててください。いきますよ、せーの、へっ。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ヨネちゃんの出番はこの辺りで終わってしまうんですが、アシカライブはここからなんとクライマックスへと突入します。ジャンプ種目の数々、どうぞ最後までお楽しみください。最初にジャンプ種目に挑戦するのはこのヨネです。ヨネにしかできないとっておきのジャンプに挑戦します。一瞬ですので、目を離さないように気をつけてください。さあ、集中して